ブースト前に、オッケー、一回落としに行きますわ、これ。ああ、強い、ブースト前に落としたのデカすぎ。そうこなんです。いや、なんかさ、エースヤマトとかが登場してきて、このレッドシャンクスがとうとうね、まあ、環境めちゃくちゃ厳しくなって、環境減ったわ、よっしゃーって喜んでたら、なんか薄くスーッとね、すごい息してるんですよ。っていうのも、結局赤属性が環境を振り返ってて、その赤属性に対して青属性が増えてきて、その青属性に対して、全員ぶっ刺さって、もう漏れなく厳しいということで、このレッドシャンクスがね、たまにいたら環境やっぱムカつくわけなんですけれども、まあ、本当にね、このレッドシャンクスが今の環境でも強いのかっていうところを試しにやっていこうかなと思います。まだされてない方いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。ってことで、どうぞ。さあ、クラッカー1点狙いで頑張っていきたいと思います。結局ね、クラッカーがまあしんどいよね、というところで、今、上にいるよね、クラッカーね。まあ結局、まああ、下にいるか。クラッカーがね、結局味方さんしんどいんですよ。まあエースヤマトね、特にね。から、まあ私、クラッカー行きますので、はい、任せてください。クラッカー専属といっても過言ではないですね。これはクラッカー見といて、あそこじゃあ一旦もらって、なんで？クラッカー一旦持ってった。で、クラッカー持ってってしまえばもうこっちのもんで、で、エースヤマトは無理なんで、もうエースヤマトはエースヤマトにお願いしていくと。いう感じで大丈夫ですね。で、キットローもあとね、いけますので、まあ、キットローもしっかりと見させていただきながら対応はしていこうかなと。これ、お肉いいですか？自分。ありがとうございます。で、あそこ一気にやられないようにだけしといて、またスキル1溜まりますので、キットローナの衣装かっこいいよね。で、上にかと、あっちは、アラマッキーがいるんだけど、ここの真ん中も取られたくない気持ちもあるんだよな。さすがにこっち行かざるを得なくて、バジラングがこれさりげなく当たるんですよ。なんでかな、それ。なんで当たるんだろう、これ一発。からのこれ一発。はい、持ってった。で、結構火力出るんだよねっていう。やっぱ真ん中そうやんな。いや、真ん中こっち、強い。出ました。出ました、気絶表。シャンクスの、もう、お箱といっても。やばい、あいつ来る。ちょっと。オッケー。あいつ行きますんで任せてください。で、それ終わった瞬間、ここだしゃあいつだけは絶対に許さねえぜ。で、これちょっとあれ来るんで、無敵で合わせておいて、しっかりとこっち倒していきます。つえあ、嫌いなんだけどね、レッドシャンクスはね、相手にいたら、もうマジで嫌い。で、キングはね、ちょっと止まれるとめんどくさいんだよね。こっち、アラマッキー行くか、でも。キットロー等々も落としいと思うんだけど、キットローさんも様子見させていただきながら、ちょっとブースト前に落とすそうだったら落としていきたいですね、あれは。あ、オッケー。ちょっとブースト前に、オッケー、一回落としに行きますわ、これ。ああ、強い！ブースト前に落としたのでかすぎ。さあ、ここ貯めてからのバチコンで3体持ってって。で、これ私も死にます。今までありがとう、みんな耐えたよ。終わった。はい、続いてクラッカー暗殺機第2号いきまーす。クラッカーだけ本当に許さないから、ちょっと上ここ来るやんな、これ一発な、やってといてからの回復不能でしっかりと持っていくと。で、真ん中もうさっきから感電が鬱陶すぎるよ本当に。まあ、結局エースヤマトがね、苦手なキャラを倒してあげることによって、まあ、なんか嬉しいよねっていう。エースヤマトがね、これキングさん裏行きそうなんで僕こっち行きますね。で、ただスキルがちょっとなんもない状態なんで、そこが、気持ち厳しいかなっていうところあるんですが、まあ、吹っ飛ばしとかをかめながら一気にやられないようにだけしといて、そこ一旦吹っ飛ばして、あい、全員持ってった、はい、でかすぎ。で、回復不能で持ってきるんで、OK ですね。で、ここも特にまあもう守ればほぼ勝ちなんで、ほぼっていうかまあ勝ちなんでね、しっかりと試させていただいて、最後はなんか MVP とかちょっとボーナスもらいに行きます。はい、調子乗りました、すいませんでした、ありがとうございました。頑張っていきましょう。今回はいけそうなのはキドロとかカイドウとかかなと思いますので、まあ頑張ってやっていこうかなと思います。まあ、エースヤマトをちょっと生かしていく、キドロを生かしていくというところで、まあキドロさんは結構もう今回の面々だったらね、まあもう自分でもなんとかなりそうなぐらいには強かったりしますので、まあそうなってきた時に、まあ本当にシャンクスがここで必要なのかどうかと言われるところでございますが、まあキドロ OK、 カイドウ行っただったら一旦大丈夫。まあキドロをやっぱ落としてあげる。あ、ここまで来たらね、もう何ができるんっていう、まあ思いますよね。意外といろいろできることがありますよというところで、ちょっと見させていただきながら、まあゲージちょくちょく見させていただきながら、まあ2かな、来たらちょっとめんどくさいところあるんだよな。いや、ここ二手に分かれてきたか、どうしよう。まあ味方さんちょっと戻るのお願いするしかない。回避した、今絶対見て、回避ボタン押してるから。回避ボタン押してる。で、これは大丈夫、一旦避けてからの無敵挟んで、くる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 ポーン、で、1、2からの、ポロンでいける。で、そこはキットローさん来てくれたが、しかし一旦これオリンさん持ってきたいな。オッケーオリンさん持ってける。オッケー、火力クソ高すぎ。でも守りますんで旗。
1、2のサンタマリアで、これ先端、マジで、スマブラのマルスぐらいね、先端判定細いんで、ちょっとこれ避けて、そこマジで要注意ですね、あそこ。あー、ちょっと待って、結構バラバラされてんな。ここちょっと守って、まず攻撃力上昇を、一旦もらってからの、あれ終わった瞬間、まず KO を持ってってからのジャス、危ない、ここしっかりと KO を持ってって、ちょっと、OK、まずしばき倒してって、あそこも逃がしたくない。でも、味方さん、ゲッターでどんどん旗取ってくれると思うんで、ここちょっと逃がさないようにしといて、カイドウ。で、カイドウ、OK、無敵合わせる。はいはい。で、これ逃げてからの、こっち、バチコン合わせる。だったら、ここでいける。はい、いいよ。ちょっと待ってよ。これ攻撃来る。はい、耐えてからの攻撃。OK、OK。で、もう、オリ無理、オリ無理。オリンちょっと逃げて、オリンちょっと逃げさせていただいて、ここ取れる。はい、ジャス、破棄状態ありがとう。1、2。1、2。バジュラングは、まあまあまあ、耐える。で、スキル1溜まるな。で、あそこの3番さんにか、バジュラングないんで、ここ一発いきます。持ってって、ここ守りいいので、そこ多分、バジュラング危ない、飛ばしいの。これな、一発、いや、そこバジュラング打てない。打てないけど、打てないけど、ここも守っていきたい。1、2の3、飛ばす。ちょっと待ってよ。これは、よろき向こうの一発。一発、いや待って、これ無敵あるんだよな、ここな、ちょっと、ね、逃したくないな、これちょっと裏取られるのもちょっと嫌なんだけど、これ一旦行くしかなくて、きついな、ここ一個ジャス回避もらいたい、いやーきついな、ちょっと待って、攻めてカイドウだけ、オッケーオッケーオッケー、攻めてカイドウ持ってった、あとはどうにか、あー誰もいなかった、あーオリンさんあっち行かれるときついな、ちょっと待ってよ、あっちオリンさん行かれるとかなりきつくて、味方さんのどっちかがそのオッケーオッケーワンチャル、こっちしかないな、もうこっちしかなくて、こっちしかなくて、ここ頑張って飛ばして、ワンチャン取れるのを信じて可能性ありませんでした。対戦ありがとうございました。今回もちょっと衛星ヤマトがきつそうなキャラを優先的にちょっとまず背負っていこうかなと思います。で、ヤマト、あ、言うてヤマト、別にヤマトでいけるか、衛星ヤマトのヤマトで。これ無敵合わせといて、はい、置き全部効きませんと。で、ここ一旦入っときながらの、あー、こっち飛んできた。アラマッキーに関しても言うていけるので、一旦ここね、ニカさんとまず旗守りますよいと。で、これジャス、あ、かぶっちゃって申し訳ない。で、これ飛ばす。まあ、ここら辺は裏は一旦荒巻き、これ一個回避するタイプの人か、そこ大丈夫で、あそこの覇気、待って、そこもしんどいけど荒巻きをちょっと先に勝っときたいな、ここ OKOKOK、 まず荒巻き勝っといて、であそこの、こっちの山地さんも、しっかりとまず勝ってあげて、山地さんもねちょっと全部枯れますので、任せくださいと、もうこの方はねもうお任せあれだよ、他のところ全部行ってもらって、まずもらせて、でこのカイドとかを結局エースヤマトにお願いしちゃえば、なんかいける説っていうのがあるからね、あのエースヤマトをなんかもうこの環境活躍させときはとりあえずいけるんじゃないかみたいなね節はあるので、そこはもうちょっとお願いしちゃって、こっちこっち飛ばないでください、お願いします、ここお願いしちゃってそのまま行ってもらって、キング、こうなってくるとエースヤマト全部いけんなエースヤマトで全部いけちゃうぞみたいな感じになってくるので、むしろめっちゃ狙われてる。まあ、一旦相手のブーストなんで言うても、あ、オッケー、そこ飛ばします。飛ばしといて、一旦相手のブースト耐え、で、アラマッキー来るでしょ、また。アラマッキーが、来そうなところをちょっと押さえときますわ。アラマッキーも結局、まあ、エースヤマトでいいよねっていう話なんだけど、いやだな、これ吐きないと地味にめんどくさいんだよなっていうのあるよね。吐き待ちな感じ。でも、どうせこれアラマッキー飛んでくるんで、ここを外すわけにはいかなくて、まあ、距離を、アラマッキーの距離を詰めていくっていう感じもいいけど、あそこ行った、アラマッキー、でもそれスキル1使っちゃったんで、先にアラマッキーをちょっと借りに行きますよ。アラマッキー先に借りに行かせていただきますよ。で、行っといて、の、で、あそこまで行ったら、まあ、通常でも持ってきる感じもするからな。オッケーオッケーオッケー。で、きついでしょ。あ、何これ。あの、エースの、エースの悲願に俺、強襲ぶち込んでたわ。普通にしでかしなんですけど、カイドウミラーな、これなんか技量試されてやだわ、すごい。すごい技量試されてやだ。すごい技量試されてやだ。もうエースヤマトでなんか簡単にしょってほしい気持ちがすごい。一発?オッケー。みよ、お互いのその無敵スキル先打ちで、まあ、言うてこっちよろき向こうあるから、あ、で、どうせ無敵だろ?はい、オッケー、耐える。で、こっちも通常できる。はい、オッケー。で、下にちょっとスキルに私温存しておきましたので、どうにかこれでお使いなさって。ちょっと待ってください。ちょっと待って。あ、死んだ。待って。死んだ。危ねえすが、スキル1使う人もなく、これジャスカー控えて。これ追い出してくれたら僕も逃げるんで、どうにか追い出す手段がなければ、あはははおしい。これ真ん中くんのキドロユメルフィーだったらいけるか。あ、2か来たな。そこ一旦突っ込んどいて、これ取れ
るんで一旦取っときますね。でここまあおじいさん援護もらいつつ、はいはいはい、でこれなんかもうおしゃプレイで行かせていただきます。おしゃプレイ逃げます。でこれなんかまず攻撃力もらいたいねと。あ、速攻開始されちゃったよ。フルゴラでも来るでしょ。フルゴラはジャスト回避もらえれば覇気もらえるんで、まあまあまあ別に悪くはないじゃないけど悪い。あいつちょっと覇気状態ないとこ、うわー見え、え見て、ちょっと待って、お兄さんこれなんか邪魔できないかな、ありがとう、危ねえ危ねえ、ちょっと待って、それさもういい加減にしてよそれ、本当にフルゴラさんもう避けてるから本当に。でこれは一発、はい一発、何なんでなんでなんで待って、あそう有名ルフィおかしすぎるって本当に。ちょっと待って、これ一旦お肉補給しないと俺死んじゃう、お肉補給しないと死んじゃうから、お肉補給だけしてもらって、でそこ変わる、でパンクチャビレになる、後ろからの攻撃ある、であれスキルとうとまた被らないようにだけしといて、おしゃ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 プレイからの、そこぶっ刺し、何してんの、ちょ持ってこいやこれ、裏行った、言うて裏人いるよね、ここ裏あれ人いなかったっけ、あ、オッケーすいませんね、キングさんでした、だったらここは距離詰めて、はいはい、あ、オッケー、さっきの夢ルフィ多分ジャスカイされてたのかな、まあそれはかなり鬱陶しいけど、これはちょっと待ってよ、1212の3の、まあこれ覇気状態ないんで突っ込んじゃって、でこれ土星ある、はい12突っ込んじゃってからのこれも完全に倒しきっといて、これなキング攻撃しただけで覇気状態解除されるやろ、あれ鬱陶しいよな本当に。真ん中あれちょっと待ってよ、俺行った方がいいよね、待ってでもそれ待ってよ、1あ1、じゃあ避けて危ない、ここちょっとダメージ削る、あーそうなりますよね、すいませんねごめんなさいね、あそこの夢ルフィ来た、あいつだけは絶対に許すな、あいつだけは絶対に許すな、あいつだけは絶対に許すな、死ぬここのおりんさんとはニコイチなんだけど、こっち側があっちまで旗取れるといいとして、まあでもここの援護行くしかないよな、でもこっち来るんだよな、だからあっち結局手薄になっちゃうから、そこもらっといて、でここ頑張って、いけないかなと、で旗二人握っといて、あーとった全員こっち来た、だったらこっち行かせていただきますんですけど、一発、吹っ飛ばし、言うてそんなダメージめちゃくちゃ入るわけじゃないよと、あっちしかも取られる、どうしようここ待って、攻めたいけどな、攻めたいけど攻めたらどうせ取られるんだよな、ここ行ってくれるかな、行ってくれる感じあるか、行ってくれる感じあるな、言うてもこれ飛ぶしかなくて、あーもうどの道無理だ、あーしかもこっち飛んできちゃった、あーなんかてんやわんや、あーまあ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 言うて言うて言うてだな、てんやわんやでしたね。